ビームだから。八景島シーパラダイスへ行ってきました。この日は平日だったんですけども、春休みだということもあって結構子どもたちで混んでましたね。八景島シーパラダイスには、昔行ったことがあるんですけども、奥さんと付き合ってた頃か、それか新婚の頃ですね、行ったことがあるんですけども、子どもたちを連れていくのが今回は初めてになります。全然話は変わるんですけど、皆さん最近テレビ結構見てますか？で、私はですね、あんまり見なくなってきちゃったんですよね。で、その代わり、YouTube 結構見るようになってきてます。YouTube は前から登録して、たまに使ってたんですよね。で、今まではどちらかというと、動画の置き場というか、サーバーというか、そんな感じで使ってたんですね。で、最近自分が YouTube を見るようになって、皆さん結構積極的に、日記ですとか、SNS みたいな感じで SNS みたいな感じで使われてるなということで、自分もですね、ちょっと動画配信してみようかなということで、少しこれからチャンネルを変えていきたいなと思ってます。文章だと結構考えながら書いたりとか、いろいろ気を使ったりして書けるんですけども、動画は難しいですね。なかなか本音が出ちゃうというか、いろいろ難しいところがあると思います。だけど、それなりに動画の方がリアリティがあるのかなと最近は思ってますね。はい、でこちらが最近買ったフジフィルムの XA3 という、デジカメなんですけども、買って初めて外に持ち出したので、ほとんど初めてですね。で使い方がまだよく分かってません。いろいろ設定を変えながら少し撮ってみました。でも動画を撮るカメラとしてもすごく楽しく撮れるカメラですので、いいかなと思います。で実はこのカメラ買った理由が、自撮りができるということで、液晶がパカッと上に向いて自分の方を向くんですね。で、YouTube を撮るときにやっぱ収録してて液晶が上に向いた方がいいので、それで買いました。はい、もう一つシーパラダイスに来た個人的な理由が、今家の水槽を作り変えようとしてるんですね。で、そのレイアウトの参考にシーパラダイスがならないかなということで来たんですが、あんまり淡水魚がやっぱシーパラダイスというぐらいなので、あんまり淡水のコーナーがなかったですね。で、ピラニアとかなんか角質を取ってくれる魚とかそういうぐらいしかいなくて、ちょっと淡水はちょっと残念でしたね。はい、動物たちは結構外にいて、一番の人気がコツメカワウソですね。ちっちゃいカワウソがいるんですけども、これがイメージキャラクターになったりとか、結構可愛かったです。で、ここからちょっとコツメカワウソとか、ちょっと動物の動画をご覧いただければと思います。こちらカピバラの仲間だと思うんですけども、人間的には結構もう暖かい季節になってきたんですけども、寒いんですかね、固まって寝てます。はい、なんかこんなの見てるとこっちも眠たくなってきてしまいますね。はい、以上八景島シーパラダイスへ行ってきたでした。ご視聴ありがとうございました。